ちゃんと捕まっててよ。うん。二人乗りの練習を始めた時はこの捕まっててが大変だったものだ。危ないよ、くすぐらないでよ。くすぐってないよ、ちょっと捕まっただけ。やり方変えてよ。お？近いよ、近すぎ。もしかして意識してる？ギクッ！してないよ。とにかくあんまりギュッとかしないで。さっきはちゃんと捕まっててって言ったのに。試しにどんな捕まり方がいいかやってみてよ。早く、練習時間なくなっちゃうよ。こんな感じで。夏休み終わっちゃうね。うん。本当に台風来るのかな。あんなスピードで走ってたら絶対そのうち失速するぞ。俺はこのペースを守ればいいんだ。無心とか言ってる場合じゃないぞ。ペースは乱されたが追いついたぞ。私にタッチできたら西方の勝ちでいいよ。高木さん、俺を 50m 以上引き離せたら高木さんの勝ちでいいよ。本当に？くらえ高木さんめ。じゃあ私の勝ち。女子はここで折り返しだから。ずるいぞ高木さん。念押ししたのに。まだ海開きしてないから人全然いなくて最高じゃない。貸し切り状態なんだけど。本当に来てしまった。ロケハンの時逆光で撮りたいって言ってましたよね。映えるところでって。え？期末終わったじゃん。はい。7月じゃん、夏じゃん、海行くべ。まだついてくるんだけど。離れた場所で食べますか。レジャーシートまで買ったんだしさ、もう一回取られたらそん時でしょ。わかりました。五条くん？ポテトは諦めてください。ポイ捨てしちゃいました。ハンバーガーにシラスって合うんですね。風めっちゃ気持ちいいな。そうですね。これ持ってて。本当に冷たい。すごい。俺、子供の頃からひな人形を眺めたりそればかりで他に目もくれなかったんです。いいですね、海綺麗です。じゃあ私といろんなとこ行こうよ。だから私と二人で。いいんですか？嬉しいです。勢いで二人でとか言って。てか顔赤いのバレてたらはずマジだ、めっちゃいいじゃん。日が落ちた途端賑やかになってきたな。じゃあね、僕たちも踊ろう。あのドミニク様、ん？私のことはご存知のはずです。困ったな、普通にいい子だ。はい。父の言葉だ。目の前に咲く美しい花をめでることより。あんたはジャンヌと踊らなくていいんですか？ダンスはそんなに得意ではない。え、なら教えてあげましょうか。俺が。ではお願いしよう。ヴァニタス、一つ質問があるのですが、恋とは一体何ですか？それか。俺も知らん。え？だがジャンヌを見ていると胸が高鳴ってゾクゾクが止まらなくなる。その衝動を俺は自分にとっての恋であると定義した。その方が面白いからな。ヴァニタスはジャンヌのどんなところが好きなんですか？強いところ、美しいところ、胸がでかいところ、からかいがいがあるところ。どういうことです？
好きな相手には同じように自分のことも好きになってほしいものなのでは。俺がジャンヌのことを好きでもジャンヌは俺のことを好きにならなくていい。本当なら賞与の一つでも出してやりたいのだが、諸君らがせっかく捻出してくれた資金に手をつけては、代わりに城内の酒蔵にあるワインを一人一本ずつくれてやる。さっきのあれ何なの？嬉しいのはわかるけどテンションおかしすぎない？意識を交互に休められるんでしょ？まあな。頑張ってるのはわかるけど心配させないで。その時はまた別な勇者を召喚したらいいんじゃないか。ルドウィンたちが先発して作業を始めてるだろうから。さっき別の勇者を召喚したらいいなんて言ってたけど、その人はソーマじゃないでしょ。私はソーマがいいの。メマル。まったくあんたは自分のキャパを考えて飲みなさい。いい加減断るってことを覚えないと。いつまでも貧乏くじ引かされて。いきなり何よ。可愛いなと思って。誰か来ても知らないから。バカ。いやー楽しかったね社員旅行。ねえ早く乾杯しましょうよ。そもそも今日は何の集まりなんだ。川倉さん幹事お疲れ様でした。ニフジ。準備も手伝うしゲームも持ってっていいからさ、次は二人で旅行とかどうかな。別に無理にとは言わないんだけど。じゃあ行きたいところ決めといて。